ブラウンブラザーズハリマン社は、米系の投資銀行、証券会社。1818 18年創業。米国最古活際大手のプライベートバンクである。1931年、ブラウンブラザーズとハリマンブラザーズが合併して、誕生した。投資銀行業及び、投資顧問業、資産管理業、企業、個人富裕層向け商業銀行業及び、 投資家向けサービスという3つの主要事業で、全世界の顧客にサービスを提供している。商業金融機関のほか、世界規模の有価証券保護預かり、外国合わせ未公開株式、企業の買収、合併、個人と機関のための投資管理、個人の信用と辞書管理と証券仲介を提供している。合名会社として組織された動向は、北米、欧州、 アジアの16事業所に約5000人の専門職を抱えている。現在、同行は全世界に41人の共同経営者を要し、証券保管機関として3.3兆ドルを管理し、1.2兆ドルの資産を保有している。創業以来、職員の中から有力政治家や政府要人、閣僚を多数輩出したことで知られる。例えば、W. アベレル、ハリマン、プレスコット・ブッシュ、 ジョージ・ハーバート・ウォーカー、ロバート・エイ・ラベット、リチャード・ W ・ブリュー・フィッシャー、ロバート・ローザ、アラン・グリーン・スパンである。ブラウン・ブラザーズ・ハリマン社は1800年、移民のアレグザンダー・ブラウンが創業した理念輸入企業に橋を発する。さらに、乾物販売業者として成功した後、銀行業に参入した。最初のブラウン・ブラザーズ銀行は、 アレグザンダー・ブラウンの息子4人によって1818 18年にフィラデルフィアにて設立され、ジョン・エイ・ブラウン社と呼ばれていた。ニューヨーク支店は、ジョンとジェームズの兄弟によって開設され、事業全体は、ブラウン・ブラザーズ商会として知られるようになった。ニューヨーク事務所は、大半の取引をリバプールの英国支店との間で行った。W. アベレル・ハリーマン。 ブラウンブラザーズ・ハリマンの共同設立者1837年の強行後、ブラウンブラザーズは貸金業の大半から撤退した。ジョンとジョージの兄弟は別の二人の兄弟、ウィリアムとジェームズに保有する自社株を売却した。この経済的混乱からの回復の間、彼らは為替と国際取引のみに集中する方を選んだ。ブラウンブラザーズは 1857年の強行時に業務を続けた数少ない銀行の一つでアメリカとイングランドでいくつかの銀行を支援した。1931年1月1日、ブラウンブラザーズ社は2つの事業体と合併した。ハリマンブラザーズ社ブラウンブラザーズ社創業時の共同経営者は以下の通り。タイム氏がこの合併を発表した際に同氏が注目したのは 会社の創業共同経営者16人のうち11人までがイエール大学の卒業生という点であった。10人の初期共同経営者のうち、モローデラノとサッチャー・ブラウンを除く8人は皆、スカルボーンズの会員であった。同校の共同経営者 W ・アベレル・ハリマンは、大使・政治家で第二次世界大戦中には、ウィンストン・チャーチルとフランクリン・ドーズベルトの関係を取り持った。 ブラウンブラザーズ・ハリマンとその前身企業の歴史的記録の一部はニューイコールよく歴史協会の現行集に収蔵されている。プレスコット・ブッシュ。ブラウンブラザーズとハリマンブラザーズの合併後共同経営者に就任共同経営者間での合意を要したことは、ブラウンブラザーズに保守的対応をさせる結果を招き、同行は古臭い企業として認識されるようになった。 ブラウンブラザーズは裕福な顧客。具体的には、世襲資産家のためのプライベートバンキングサービスで、特に著名であり、同行の共同経営者の多くも、世襲資産家の出である。しかし1990年代を通じて、同行は、その固定観念を払拭する措置を取ってきた。世襲資産家向け事業は、銀行の資金管理事業の3分の1を占め、近年では、 投資可能な資産を500万ドル以上有する裕福層の個人を新規獲得しようとしている。同行は民間企業にも同様の投資運用サービスを提供している。ブラウンブラザーズは合併への助言や商業、貸付全般にも関わり、日用品の輸入会社との事業が3分の1を占める。銀行の主な収益源はウォール街で株を売買するために、 米国にある膨大な資金の均衡を維持する必要のある外国企業の資産管理である。ブラウンブラザーズは長年本社を置いてきたウォール街59番地とジャージーシティのハドソン川を渡った場所のほか、ボストン、シャーロット、シカゴ、ダラス、ロサンゼルス、パームビーチ、フィラデルフィアに国内事務所をまたロンドン、ダブリン、ナポリ、ケーマン諸島、ルクセンブルク、チューリッヒ、 香港、東京に海外支店を有する。同行は1920年代以来ウォール街59番地のビルに本社を置いてきたが、2003年にブロードウェイ140番地のマリーンミッドランドビルへ本社を移転した。ありがとうございます。